MJWS です。よろしくお願いします。はい、はい、ついにちょっと新しくチャンネルを別に作ってしまいました。はい、で今回、MJWS のチャンネルを普段、作って、動画にアップしてっていう活動をしているんですけれども、そこでは主に、モノレールの未成線だったりとか配線とか配線ルートとかにこうフォーカスをして、それをまあ深く掘り下げて調べたものを、動画にまとめて、アップして皆さんにお伝えしているっていう活動をしております。で今回はその MJWS とは、また別の角度でその MJWS 自体が、どういうことをやってるかとか、見てくれてる方にも、どんな風にこう動画制作をしているかとか、どんな思いでやってるかとかをこう伝えられたらって思いまして、これから動画をやる方にも面白いと思ってもらえるかなっていう気持ちで始めたっていうのがあります。で、このチャンネルを、作ることになったんですけど、まずその本流でやってるメインチャンネルの方で、どんな活動してるかっていう、自己紹介も簡単にお話するんですけど、 MJWS の、メンバーを簡単に紹介したいと思います。はい、編集長の田村さんです。田村です。よろしくお願いします。そして私が荒さんって言います。よろしくお願いします。はい、田村さんにちょっとお聞きしたいんですけど、YouTube っていう、ジャンルを始めてから、これまで、どのぐらい YouTube 始めてから経てるのかなっていうところもお聞きしたい、歴史的な部分もちょっとお聞きしたいんですけど、どのぐらい前から始められてるんですか？チャンネル自体を開設してからおそらく5年ぐらい経ってるかなと思いますが、5年、ただ見ていただきたいなと思って構成して作り出した動画っていうのはここ 1,2 年がメインかな。ありがとうございます。私もちょっとそのぐらいから一緒に参画させてもらって始めてます。ただ実は私と田村さんも知り合ったのがそのぐらい前で、動画を、やられてるっていうのを聞いて、ちょっと私も勉強したいっていうところから、どんなことやってるのっていうところで今回始めたんですけど、その今までこう話を聞いてた中だと5年前って言ってたんですけど、もうちょっと前からやってるように聞いてたんですけど、いわゆるその何て言うんですかね、鉄道が好きな人でっちゃんみたいな感じで、そういうちょっと印象も少しあったんですけど、ちょっとそういうのとはまた違うんですかね。てっちゃんの人に本当に鉄道専門でやられてる方々に申し訳ないので、あえてそういう言い方しないんですけど、実際なんだろう、廃墟とか都市計画、要はこれからこういう道路ができますよとか、鉄道とか、高速道路とかっていう、計画っていうのは事前にあるんですけど、そういうのを調べるのがどちらかというと、趣味というか好きでやってたというところがメインですかね。YouTube 自体はこれまでどのぐらいアップしてきました？直近の動画、構成シナリオを作ってそこに動画をはめ込んでいくっていうスタイルであれば、3、40本ぐらいかなと思いますけど、トータルでいくとおそらく200本弱ぐらいかなというふうに思いますね。すごい、200本って結構、うちの、MJWS の動画を見てくださった方は、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、1本あたり結構10分から15分ぐらいのかなり調べた内容をこう詰め込んで、1本でもそこの回線ルートについてこう深く知れたりとか、そういったことを意識して作ってる、動画ではあるんですけど、調べてきたことを現地に行って、さらにそこに必要なそのデータを調べに行って、いわゆる記録みたいな感じでやってきたんですけど、その動画を見てくれる人がいらっしゃるわけですけれども、実
ては最近すごく嬉しいことがありまして、ありましたね。ついにですね、うちの MJWF のチャンネル登録者数がなんと5000人を突破しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、見ていただいている方の中には、自分の、住んでる町だったりとか行ったことある町だったりとか、同じように例えば電車が好きっていう方もいらっしゃるかもしれないですし、モノレールについてちょっと知りたいなということで、見ていただいているきっかけはそれぞれだとは思うんですけれども、私たちが日頃、自由研究っていうのもあれですけれども、そういったものをこうきちんと現地に足を運んで実際自分たちで撮って、そしてその情報を知るために調べに行ってっていうことをこうまとめている動画で見てくださっている方が、5000人に到達したっていうことを自体が本当にもう励みにもなりますし、本当にもうありがたいなっていうことで感謝の気持ちでいっぱいで、その今本当にかみしめています。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回このYouTube を作る、きっかけになったところもあるんですけれども、その5000人を突破したっていうところで見てくださっている方に、その別の角度で、こういう感じで私たちやってますっていうのをちょっとこう身近に伝えられるチャンネルがあったらいいねっていうことで今回始めてます。で、今回は1回目の動画っていうところもありますので、これから動画を始めたいなっていう方もどんな風にして普段制作しているのかなっていうところとか、身近な取っかかりとして、今回1回目なので普段その動画をするためには必要なこう道具っていうか機材があるので、ちょっとそのことについて簡単に今日はお話ししたいなと思ってます。で、普段使っている機材なんですけれども、動画は映像なので、映像を撮るためにどんなものを使っているかっていうと、どんなものを使ってるんでしたっけ？はい、普段僕たちで行くと、こういう一眼レフっていうのを、メインで撮影機材に使ってました。皆さん鉄道される方はね、普段使用されてる機材かなと思いますけど、うちのサイトはね、どちらかというとキャノン系のマシンが多いのかなというところですね。今こちら手に持ってるのはソニーさんの小型用で、これ出張で使ってる機材で、アラさんが持っているのが、特に夜間に使うような高感度用のフルサイズというタイプのミラーレスカメラになります。今ちょっと撮影しているのもね、キャノンさんの EOS R6 というマシンで撮影しているわけですね。近年ですね、皆さんも使われているかなと思いますけど、 GoPro さんというところがこういう小型のカメラを今販売されてまして、 4K の画像も撮れるという、かなり優秀なカメラです。で、もちろん iPhone とかでも同じような画角はね、撮れるんですけど、GoPro さん自体中にしっかりしたジンバルも入ってますし、さらにその GoPro さんに、ジンバルをつけることでですね、その歩きながら遠心ルート撮影したりしてても、しっかりこのジンバル機能が効いたような撮影ができるということで、最近はね、こういう GoPro さんがメインの撮影に移り変わりつつあります。なのでもちろん iPhone でもいいですし、この GoPro さん1台あれば、おおよその撮影は完了するのかなと思いながら普段作業しています。動画にはまず動画を撮るための機材が必要なので、ちょっとそういったところの準備で、どんなものを使っているのかなっていう機材について、今本当にざっと簡単ですけど、また今後機会があればこう掘り下げて、この機会だとこんな撮り方できるとか、ちょっとそういったお話もできればいいのかなと思ってますので、今後は撮影しているところの撮影風景とか、現場にどうやって行ってるのかとか、動画制作して、その撮ったものを今度作り込むっていう作業とかもあるので、その制作中の雰囲気とかも伝えて、どのぐらいの時間で私たちがこう1週間の時間で動いてるかとか、普通のサラリーマンをやっていますので、それをやりながらどんな風な時間の使い方でやってるかとか、ちょっといろんなところがこう参考になればいいかなと思ってお伝えしていきたいなと思ってますので、
はい、今後またどうぞよろしくお願いいたします。では本日はここまでとしますので、また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さようなら。